皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。本日は前から気になっていた佐野ラーメンのお店へ向かっております。場所は栃木市藤岡町にあるため50号を使います。さすがに土曜日ということもあり各所混んでいますね。私事ですが、本日また一つ年を取り、人生も折り返し地点となりました。これからも美味しいものを食べ、 YouTube を作り、皆さんに見てもらうことで楽しく過ごしていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。到着です。本日お邪魔したお店はこちら、麺屋鉄さんです。駐車場も広く、非常にありがたいお店ですね。お店の前の道は大渋滞です。意外と交通量が多い道のようですね。では参りましょう。店内はカウンターとテーブルがありましたが、お客さんはオープン直後から多め、すぐに満席状態です。メニュー表はありますが、こちらのお店も券売規制でしたね。初めてのお店なので王道で行きましょう。ということで、私の注文はチャーシュー麺大盛り、それと餃子を5個で注文いたしました。平日だとランチセットもあるようですね。ちなみにこちらを注文されているお客さんも多かったです。それとラーメン屋さんなのにテイクアウトのお弁当もあるようです。自宅でお店の味が食べられるのはありがたい。さて、卓上ですが、ちょっとした心遣いがあるお店です。目の前に小さなゴミ箱とティッシュ、今はティッシュさえ置かないお店もある中で非常にありがたい。次に餃子の到着です。少し大きめの餃子ですね。すぐにラーメンの到着。大変提供の早いお店です。どちらも美味しそうですね。ではいただいてまいりましょう。いつものようにスープから。スープは少し濃いめですかね。私の好きなタイプです。チャーシューにはどいていただき、麺を見ていきましょう。手打ち感のある不揃いの麺で非常に美味しそうです。では餃子も通常サイズより大きめですね。こういう餃子は大好きです。皮ももちもちで非常にうまそう。餡は野菜が多めのタイプですね。野菜の甘みが感じられる非常に美味しい餃子です。
ただし野菜の水分が多めですかね。でもうまい。これはいつもの醤油、ラー油、酢の3点セットが合う感じ。ラーメンも美味しいですね。佐野ラーメンはいくつかのパターンがあるようですが、少し濃いめに感じるこのラーメンが一番好きですね。またうまい佐野ラーメンのお店を発見です。ではどんどん食べ進めてまいりましょう。チャーシューも美味しいですね。柔らかすぎず、しっかり歯ごたえがあり、それでいて油部分もうまい。こちらのお店は塩もありましたが、これは塩も食べてみたいですね。私の休みと店の定休日が重なることが多いですが、また来たいと思えるお店です。このままでも美味しいラーメンなのですが、目の前の胡椒が気になるので使っていきましょう。これはうまさ倍増ですね。今日は風も強く非常に寒い日でしたから、温かいラーメンを食べると心も温まりますね。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。